海洋汚染。海洋汚染とは、海域や海水が人間の活動によって排出された物質、廃棄物で汚染されることを言う。このような廃棄物には、有毒な元素や化学物質だけでなく、一般家庭から排出される油脂や溶き汁などの全ての有機物、ペットボトルなど様々な容器、農業用資材、ビニール袋などの腐食しにくいゴミ、近代の農業に不可欠な化学肥料、 など、多種多様なものがある。大規模な環境破壊に通じる例として、戦争による石油関連施設の破壊、悪天候や人為的ミスによるタンカーの座礁による原油流出事故がある。また、一見すると無害に思えるが汚染が長期的である有機物と栄養士は、特定の水生生物の絶滅という決定的な破壊を引き起こしており、人口増加に比例して、 汚染量が増え続けるという問題を抱えている。現在では、ほとんどすべての国際主要河川の川口部で、不栄養化による赤潮や青潮が頻繁に起こっており、漁業に大きな被害が出ている。また、汚染によるヘドロの堆積とモバの減少という問題は、海洋生物の産卵場所の減少を意味し、海洋生態系に深刻な影響を及ぼしている。 福島第一原発事故では対策後の汚染水が海に流出した。2013年6月には1リットルあたり1100ベクレルのトリチウムが検出され、汚染された地下水が海へ流出していることが判明。7月には東京電力もこの事実を認めた。全地球的な海洋汚染となっているものの一つに環境中に放出された特定の有害物質。 有機水銀、PCB、殺虫剤 BHC などが有名であるがある。これらは、水に溶けて海へ流出した時点では低濃度であっても、プランクトンなどの海洋生物の体内に取り込まれると、食物連鎖によって次々と、生物の縮が起こり、連鎖の頂点にいるマグロやクジラなどには高濃度に蓄積する。このような生物を多量に食べると健康被害や、 知能の低下を引き起こすと言われている。海洋汚染の一つに土砂の流入もある。人間が山の木を大量伐採した後に大雨が降ると自然状態とは数桁違う大量の土砂が河川に流れ込むため産卵場所としての藻場や産後礁のような微妙な生態系に大きな影響を与えることになる。沖縄に大雨が降って海に土砂が流れ込むと 産後症に、鬼人手が異常発生することが知られている。さらに近年、漂着ゴミによる海岸への悪影響が深刻な、問題となりつつあり、太平洋ゴミベルトといわれるゴミの山が渦巻く、海域を生んでいる。中でもプラスチックの樹脂は水に溶けにくく、形状を保持する性質があるため、海においても生態系に悪影響を及ぼす。米ジョージア大学の研究結果では、 海に流出したプラスチックの量が2010年の1年間だけで480万トンから最大1270万トンに上ると推定した。200種以上の海洋生物がプラスチックを誤飲、接触していると懸念されている。ウミガメや大型魚類、鳥などがビニール袋をクラゲなどの餌と勘違いして食べ、消化管が詰まって死に至るという問題も起こっている。プラスチックは 海水中でも物質として存続しやすいため、海流や波、風によって長い間漂流、循環する傾向がある。直径5ミリメートル以下のマイクロプラスチックなど、小さく砕けて、動物プランクトン、さらにそれを食べる魚など、食物連鎖に従って体内に入り込み、生態系に悪影響を与えている。これらのプラスチック片には、PCB などの有害物質を付着し死亡に、 濃縮されていることがある。このために2018年頃から化学メーカーや大手小売チェーンなどがストローなどのプラスチック製品を生産使用しない企業ポリシーを打ち出し始めたまた蒸気のような汚染だけではなく漁獲資源の乱獲による海洋生態系の崩壊も問題になっておりこれもまた抗議の海洋汚染として認識されつつある 1960年代からの大規模なトロール業の開始と魚群探知機などに代表される行き過ぎた漁業技術の進歩により現在では多くの大型魚類資源がかつての量の10%以下となっており絶滅も心配されているこの結果主要な小型魚種の不安定的な資源量変動が生じ海洋生態系を構成する生態系ピラミッドの改変 クラゲやヒトデなどの大発生に代表される、いわゆる海のスライム化の要因の一つと考えられている。排水の規制により、河川水質は一定改善されたが、閉鎖性水域の水質が改善されない原因として、低質汚染の問題があり、低質汚染が水質汚染の原因と一つとなっている。このため、国土交通省は、技術的資料や、 考え方などを2007年に取りまとめ対応している。海洋汚染の一つである、化学物質や原油、恐竜物を取り除くことを目的として作られた船を海洋清掃船という。日本では、ベイクリンなど、国土交通省と各地方整備局が清掃船を使い、港や海の汚染を除去している。 国連の持続可能な開発目標のターゲット14.1では2025年までに海洋堆積物や不栄養化を含む特に陸上活動による汚染などあらゆる種類の海洋汚染を防止し大幅に削減すると定めておりその防止と削減が謳われていい楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください